はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、中杯ですね、ウィルキンソンのハード無糖ドライです。新発売、アルコール度数が 9% で、ジンを使用していると。ウィルキンソン炭酸も使用と、刺激強めと書いてあります。甘味料ゼロ、プリン体ゼロ、糖質ゼロ、原材料がジンとレモンライムスピリッツと、グレープフルーツスピリッツと、酸味料と香料です、うん、これはちょっと期待したいんだけど嫌な予感がする、非常に嫌な予感がする。乾杯。なんかね、サントリーのね、サントリーの、なんだっけ、ドライみたいな味するんじゃないかなって、チューハイのね、って感じするんです。ああ。あ、それよりか美味しい。サントリーのストロングゼロドライヨガは美味しい。なんでかって言われると、なんでやろな。ほんのり甘さがある。いや、ほんのり甘さ、せやな。砂糖は入ってないみたいなんだけど、ほんのり何か、なんだろう、ジンの甘さなのか。スピリッツの甘さなのかは分かんないけど、若干甘さがある。それだろうね、ほんのり。なんかトニックウォーターのような、ほのかな甘み。ただ俺は、これはあんまり好きじゃないな。やっぱなんだかんだでやっぱりちょっと甘いやつが、糖類は含まれてた方が俺はチューハイとしては好きなんで。なんか物足りないっていうか、ドライすぎるというか、あのサントリーのそのストロングゼロドライとかもそうだけど、ドライすぎるんだよな。えぐみすら感じるからね、あっちは。こっちはえぐみはないんだけど、ほんのりやっぱり若干甘いっていうのがいいですね。ウィルキンソン炭酸使用による、強めの炭酸感と、ベース酒にジンを使用、さらにフルーツスピリッツを加えたヒリリとした飲み口、アルコール度数 9%、 そして糖質ゼロ、甘味料ゼロで全く甘くない。全く甘くないって書いてあるけど、いや若干甘い、若干甘い、甘くないと全く甘くないは全く違うって書いてあるけど、甘いんですよね、多分ジンの甘さじゃねえかな。
と思うんだけど、おそらく。で、こちらの、無糖レモン、あの無糖ドライに、別味が出まして、最近9月5日にこの無糖のレモンっていうのが出ました。レモン味、まあ、それも買ってきたんで次でレビューしたいと思います。まずいかっていうと、まずくはない。ただうまくもない。うまくもない。俺はあんまりこの味は好きじゃないって感じはします。コクはまあない、甘みはまあない、ほぼない。香りはまあそこそこで、あ、これ微妙ですな。2233です。ご視聴ありがとうございました。